ガウショの帰国に伴いミルトンが来日。一方、日産自動車には元ブラジル代表のオスカーが入った。87年の開幕戦は壮絶な戦いとなった。前半5分、フリーキックからディフェンダーの加藤久志が頭で落としてゴール。追う日産の猛攻、オスカーのパスから柱谷浩一が同点のシュート。1対1の引き分け。日産の読売不敗神話が始まった。87年度アジアクラブチャンピオンとなった読売クラブは天皇杯決勝まで勝ち進み、松田と対戦。前半44分、トレドのゴールで先取点。後半23分には持ち前のパスワークから波状攻撃をかけ、最後は戸塚が勝利を決定づける追加点を挙げた。読売クラブは2年連続3度目の天皇杯を制した。リーグ後半の初戦も日産自動車との激突。前半を6位で折り返した読売クラブにとって負けられない試合だった。前半38分、日産の水沼がゴール。その直後、湯田が頭で押し込んで同点。しかし後半に入り、ロペスのゴールに続いて28分、柱谷がダメ押しのヘディングシュート。3対1、負けた読売クラブはとうとう波に乗れぬまま5位でシーズンを終えた。このシーズン、ユース、ジュニアユース、ベレーザなど下部組織が日本一に輝き、トップチームも期待された。第3節で松下に勝ったものの、それ以降調子を崩し、成績は急降下。第14節で宿敵日産戦を迎えた。首位を走る日産を倒し、優勝へのカスから望みをつなぎたいところです。グリーンのユニフォームが読売サッカークラブ。藤根、右に流します。ロペスシュート入った。ゴールイン。ロペスのシュート決まりました。1対0。パス構えてパスであげないですね、はい、水沼真ん中走り込んだ。木村ありません。から左足シュート打ったか、走り込んだ、シュート打った、入った、ゴールイン。橋田瑠衣浩一のシュート決まりました。興奮の7分。2対0。さあラモス、右サイド、もうどかして、ヘディングシュート。ゴールキーパー松永パンチング。5位に終わった。ナイスキーパーでした。2年目の堀池がディフェンスの要となったシーズン。第15節ではユース出身の若武者も活躍した。前半27分、19歳の藤吉が日本リーグ初得点。後半19分、ラモスのパスを起点にバウテルがゴール。そして44分には武田、5試合連続のゴール。8勝2敗、5分けとなり2位に浮上した。第21節の全日空戦、勝てば自力優勝の可能性があったが、前半37分、堀のゴールで1点を先行された。後半12分、バウテルが30メートルのロングシュートを決めて同点。読売クラブは勝ちに行ったが、どうしてもあと1点が取れない。結局日産自動車に優勝をさらわれ、2位に終わった。